一日の終わりに癒しのひとときを。僧堂の入る際の作法ですけれど、まず柱側の足、左足から入っていただきます。入っていただきましたら、一度こちらで立ち止まり、合掌テーゼをしていただきます。そしたら座っていただくのですが、この木の場所、上縁と呼ばれる場所でして、座禅ではおけさが、食事の際は横領気が、就寝の際は頭の向きが向く場所で、とても大事な場所になっておりますので、決して足などを乗せるようなことはないようお願いいたします。スリッパを整えてください。よいしょ。危ないですね。結構そうですよね、はい、腕と足が短いということに気づきまして大丈夫ですか？できてますかね？大丈夫です。はい、不安ですが、はい、大丈夫ですか？昇進探座という前後があるのですが、はい、姿勢をまっすぐにして頑張って座ろうという意識ではなく、腰を据えるというのが大事になってきます。力をつかけずに、もう自然体です、はい、自然体で座ることが座禅の時間、はい、変なことを考えなくても、うん、良くなりますので、はあ、スポーツ全般、勉強でもそうですが、はい、必ず基本の姿勢というものがありますので、はい、座禅もそれと同じで、基本の姿勢というものを作ってから取り組むことが大事だなと。